びっくりしちゃいました。はい、こんにちは。やほやほー。髪ボサボサ。いっぱい寝れた？10時間ぐらい結局寝たね。なんか8時間ぐらいで起きる予定だったの、さやは。さやはね。でも 10時間寝たね。こんにちは。8時間の時点で1回、あ、ちょっと昨日の予定より遅くなりますって7号投稿してもう2時間寝た。眠すぎて今日。そう、やちさんギフトありがとうございます。ちょっと眠すぎて、あ、これ今日無理だすやって感じで。そう、昨日体を動かしすぎて、やっぱさ、早起きした次の日はね無理だね。休みっていうか時間があったら寝ちゃうね。そう、寝られる時に寝とこうスタイル、ほんまにそれ。こんにちは。ということで、今ただいま選抜はサイン会をやっているということで、インターネットサイン会、私もやりたい。インターネットサイン会とか最後やってみたいことの一つなんだけど。ゴールデンウィーク、こんにちさやキッチン。今日はでも何も作ってないな。サバ、あれはサバじゃない、ブリの照り焼き作ったけど。タメさんギフトありがとう。こんにちは。7時に起きたけど10時だ、二度寝したら10時だった。7時に起きたの偉いな。ね、寝だめできたらいいよね。睡眠貯金したい。私がずっと思ってるのは、夜の、その、あ、でもさ、夜あんま眠くないか。まあ、でも夜、あ、そう、夜あんま眠くないから、朝の眠気を、貯金して夜に使うみたいなのやったらマジ早寝早起きできると思う。こんにちは長野奈緒、お最高。こんにちは。今日寒いから豚汁作って食べて最高。なんか今日も雨ですよね。そう、なんか今日あったかいようにパーカー着たけどさ、なんかこれ裏肝だからさ、ちょっともしかしたら稽古中爆発い可能性ある。バランスバランス。こんにちは。今日さ、メイクめちゃくちゃ今途中なんだよね。すっぴんみたいな顔で出てるけど、マジでメイク始めて5分ぐらいでやばい、もう1時だと思ってこんな感じになってる今。よいしょ、ちょっとメイクしなくちゃ。友達と遊んでくる。あら、健康ね。いいね。ゴールデンウィークだもんね。こんにちは。睡眠貯金できたら今後一生寝なくてもいけそう。いける。こんにちは。いっぱい寝たからすっきりしたお顔。あ、本当？すっきりしたお顔してる？やっぱ疲れが溜まると良くないよね。最近ね、お肌の治安めちゃくちゃ悪い。あ、でもなんか今、メイクしたからめっちゃ綺麗に見える。今すっぴんだったらもうちょっとひどいんですけど。でも待って、今日調子いいぞ。珍しい。今日調子いい。今日調子いいわ。こんにちは。昨日めっちゃ調子悪かった。そう、一晩寝ただけでそんな変わるって感じなんですけど。こんにちは。チークを塗り続ける。今配信画面頼りにさ、チーク塗ってるから鏡で見たらめちゃくちゃ濃くなってたらめっちゃおもろいよね。配信だとあんま乗ってないわと思ってこうやってやってたらめっちゃ パンパンの赤になってたらめちゃくちゃおもろいよね。ちょっと鏡見よう。
どうせマスクするからさ、いやちょうどいい色だった。どうせマスクするからさ、チークとかマジで意味ないんだよね。マスクに全部ね持ってかれる、吸着されてくんだよね。そう、こんにちは。あ、今日なんか顔の調子いいな。なんかすっきり確かにしてるかも。あと今日は ね今日夜遅くまでレッスンなんだよな。それがね怖い。手が痛いぜ。よいしょ、こんにちは。眉毛描きます。最近自眉真っ黒なんだよね。もう生え変わっちゃった。脱色してたけど生え変わっちゃったからもう真っ黒。今の髪の毛との調和が取れてない。眉毛の重要性にさ気づいたのがあまりにも遅すぎた。眉毛とか適当でええやろってさ、 AKB 入って5年ぐらい思ってたけど、ある日気づいたんだよね。眉毛むちゃくちゃ重要やみたいな。そう、なんかよくさメイクしない日も眉毛だけ描きますみたいなさお姉さんいるじゃないですか。いやいや眉毛描いたとこで何が変わんねんって思ってたけど、めっちゃ大事だった。そう、びっくりしちゃった。大事すぎてびっくりしちゃった。こんにちは。眉毛もともとね結構太いです。つなちゃんギフトありがとう。私結構はっきりしてるんですよ眉毛が。だから年々細くなってるよ。年々整えすぎてどんどん細くなってる。そう、3年後とかなくなってそうで怖いからちょっと今加減してなくしすぎないようにしてるけど、マジで年々細くなってる。良くないです。整えるうちにさなんかなくなってくんだよね。そう、びっくりだよ。かけた。さあ今すごいキリッとしていますが、これではちょっとキリッとしすぎてるので、こんにちは。なんか今日配信始めるまでにメイク終わらせる予定だったのに、なんかいろいろやってたら遅くなっちゃったな。配信しながらメイクしてるわ。またいつもこうなんだから。え、めっちゃ柔らかくなったくない？こっちの印象とこっちの印象マジで違くない？鏡見ながら描けるのすごい。むしろ鏡見ながらじゃないと描けないんだけど鏡見ないでメイクする人はマジすごすぎん。すごくない？この眉毛の印象の違い、ふんわりするよねこれやるだけで。オッケー。眉毛の色薄くなった。なんか若干生え方が左右対称じゃないから、左右対称じゃないけどこうやってったら左右対称になるから自分で眉毛動かすんかーい。で私さ悪い癖っていうかさ昔からなんだけどさ、なんか目開けるときにさここの筋肉で上げてるからさ
目開けると眉毛がこうやって上がるんですよ。なんかこれなんか何手術で治せるらしいんですけど、ちょっと手術する勇気がないのでこのまま生きてるんですけど、こうやって目開けてんのいつも。なんかこのまぶたのこの力だけじゃなくてこれでこうやって上げてるから眉毛どんなに頑張って描いても左右対称にならないんだよね。この状態の時の眉毛とこの状態の時の眉毛でこっちの方が上がるから、どっちに合わせてもどっちかが、そう、眉毛を上げてない時と上げてる時どっちに合わせてもどっちかがね左右対称じゃなくなるっていう。でもなんかここの筋肉で目開けるのあんま良くないらしい。そう、でもちょっと手術は嫌やん。保険適用の手術があるらしいんだけど。キャランさんギフトありがとうございます。いやマジでさ、なんか逆さまつげの手術も本当はしたいけどちょっと怖いからできないし、そのなんだっけ、まぶた、そうがなんとか下垂がんなんて読むのそれ、まぶたって音読みでなんて読むのそれ、がんなんとか下垂、そうらしくて、私その眉毛眼見か、あ眉間だ、眉間読めてたわいつも。でも眉間の剣は間だな、何でもなかったごめん一人で何言ってんだ。そう、なんか眉毛上げないで目開けるとさ、そのまぶたが重なって視界がこう狭まるんですよ、こうやって。だからこうやって開けてるんですけどいつも。なんかこれがあんまり良くないらしくて、眼瞼下垂で本当は手術できるけどちょっと切ったり縫ったりがちょっと怖いし、その何手術してから治るまでお仕事できないからもう諦めて、まぶたの何眉毛の筋肉の力で目を開けてやるぜってもう開き直ってます。こんにちは。そう、まあ、将来もっと目が開かなくなったらやりますで逆さまつげはさマジで直しとけってさ、目に突き刺さってくる人たまに痛いってなるんだよね。取っても取ってももうさ生え方がさ上この、ま、目に入ってくるからさ、なんかどうしようもないみたいな、そう悲しい。逆さまつげ目が開かなくなることは、なんかまぶたがもっとこうなんか下垂してくるとその開く目がこれぐらいになっちゃうんだって。その眉毛がこうもう眉毛をこう持ち上げる筋肉が衰えちゃうから、なんかもうどんどんこれぐらいになってなんかあの目が細くなっちゃうんだって。そう悪化するとねらしいよ。怖すぎ。そうなったら手術するわ。まあ、逆さまつげはマジで死活問題だね。でも逆さまつげの手術ってなんか原理的には二重整形と一緒なんですよ。あの皮膚切って縫うっていう。だからちょっと怖くてできない。切るのか。切るのか。まだまだ若いから大丈夫。でもさ、なんか若い時の方が治癒力って高いっていうからさ、なんかやるならさまだ治癒力が落ちてない時がいいよね。まあまだやらないけど全然。怖いぜ。手術とかしたことないからちょっと怖い。無理でおじゃる。よいしょ。あ、お腹すいたな。さっき軽くご飯食べたけどお腹すいた。これじゃない。みんなお昼ご飯食べた？さあ、ブリの照り焼きとおにぎりを1個食べたけど。
全然お腹すいた。食べたけどお腹すいた。いや、わかる。でも空腹状態で目覚めたもん今日。昼まで寝ちゃうとね、寝てる時にもさ体力消費するからめっちゃお腹空いて起きるんだよね。今日はカレー最高。あった、それレトルトカレーめっちゃ家にあるのに一生消費してないから賞味期限そろそろ切れそう。早く食べなきゃ。配信終わってからお昼にする。お、いいね。予定がないのでお昼は抜いた。あら、よく頑張れるわね。マーズで食べてるの。マジでマーズ行ってる率めちゃ高ない。焼きうどん食べます。最高。ひじきと梅のおにぎりと豚汁。あ、なんか和だね。よきみざわだわ。たけのこご飯最高。うわー、たけのこご飯食べたいです。たけのこ大好きなんだよね。高いから買わないけどめっちゃ好き。あ、メイクどこまでやったか忘れちゃった。回転寿司。うわ、お寿司食べたーい。お寿司食べたい。この前お寿司食べたすぎて、あの、なんだっけ、なんとかっていうさ、なんて読むのこれ、なんて読むんだろう、なんかスシロー系列のさ、なんかちょっといいテイクアウト寿司みたいなやつあるじゃん。京都の京にタルって書いてある。なんて読むのこれ、わからん、読み方がわからないんだけど、そう、そこでなんか夜行ったら 30% オフになってたから買っちゃった。あれ、それ麺のラーメンどこやったっけ。ラーメンどこかやっちゃった。こんにちは。でも最近マジお寿司食べに京樽って読むんだ。京樽でね、ま、手巻き、違う、なんだあれ、巻き寿司、巻き寿司の何本か入ったやつ買った。 30% オフだったからめっちゃ安かった。マジでさ寿司食べたすぎるんだよな。回転寿司行きたい。誰か一緒に行ってくれる人募集中。カツオの刺身めっちゃ美味しかった。うわー最高。カツオは刺身で食べるのが好きですか、それともたたきで食べるのが好きですか。それは刺身の方が好きです。それみんなみんな一緒に行きたいって言ってくれて優しい。でさ、お寿司ってさあんまり量食べれないんだよね。やっぱ米ね、あんま食べれないんですよ私。お寿司ね、最近でも 7、8皿ぐらい食べれるようになったかな。だいぶ食べれる量増えた。昔5皿で限界だったんだけど、7、8ぐらいは頑張ればいけるようになったけど、でもお寿司はね少ないんですよね、他の食べ物に比べて。比較的米はあんまり入らない。それは貝が好きですね最近。マイブーム貝。しけんさんこんにちは。逆にどうしたら一緒に行けます。生まれ変わるしかないか。ピエンだ。回らないところに行きます。富山カウンターでもお安いです。わー行ってみた。回らない寿司。母ちゃんが20皿って聞いてどこに入るんだと思った。20皿頑張ればいけるんかな。でも8皿でさあもうお腹いっぱいかもと思ってるってことは20皿とか絶対無理だよね。寿司20はすごいな。寿司じゃなかったら食えんだけどな。もっと何が一番さえ食べれるんだろう。パン、マジパン無限だね私。何の貝が好きなの。コリコリ系が好きなんで赤貝とか、なんだっけな、名前忘れちゃった。
貝好きになったのほんとここ半年ぐらいだから、なんかまだ種類わかんないんだけど、つぶ貝はそんなになんですよね。なんか柔らかいやつというよりコリコリしたやつが好きですね。でもさが一番好きな寿司ネタは縁側です。サイリンとお寿司形成回線に生まれ変わるように頑張ります。今世で徳を積んでいこう、一緒に頑張ろう。サイも徳積んどこ、みんなと一緒に寿司行けるように。フルーツ無限って言ってた時はあった。フルーツは無限じゃない。そう、フルーツはね水分量が多くてね胃が圧迫されるからね、気づいた、無限じゃない。みずみずしさがしんどくなってくる段階が一回あるんだよね。うもう入らんっていうタイミングがね。じゃあ喋りながらやってたらどこまでメイクしたか忘れちゃったな。じゃあ、あと何をやんなきゃいけないんだ。餃子、餃子はなんか油がお腹に溜まるって聞いたことある。餃子の大食いはなんか意外といけないって聞いたことあるね。やっぱ無限なものって聞、まあ有限ですから、全ての物事は、まあ、無限はねその例えですけど、でもやっぱそんなにバカバカ食べれるものってやっぱないんだなって思います。こんにちは。水分多いからイチゴめちゃくちゃきつい。わかる、イチゴとかみかんとか水分多いやつ結構きついんよね。寿司オフ会とかどうですか。やりたい。イチゴの数聞いてビビった。でも今年イチゴ狩り行ってないからな、ちょ今の胃袋でどのぐらい食べれるかあんまりわかんないんだけど、どうなんだろう。今なら何個食べれるんだろう。私定かではありませんな。あん、今日まつげが上がらない。上がった。スイカもそんな食べれない。スイカ結構食べれるよ。さや食べほのケンタッキー、あケンタッキーさ無理だね。ケンタッキー多分 そんなに揚げた肉が好きじゃないからそんなに食べれないかも。一本でうん美味しかったってなっちゃうから。串カツもすごかった。あ串カツはね、でもあれちっちゃいからね、せいからいっぱい食べれるけど。うわ串屋物語久しぶりに行きたい、食べたいな。こんにちは。食べ放題は魔の場所なので、あんまり行くと太っちゃうんでね、よくないです。何も何事もほどほどにが一番いいんですよ。ケンタに食べ放題あるね。なんかあとミスドとかもさ店舗によってやったりとか、意外と食べ放題なんかあるよね。あでも最後一番今行きたい食べ放題はタルトの食べ放題。そうタルトの食べ放題が2800円くらいでやってるところがあるらしく、タルトってさ結構高いじゃないですか。1000円以上するじゃん1個だから、まあ2つ食べたらトントンなわけですよ普通に店で買うのと。まあ、2つだったら食べれるくないと思って、そう2つだったら食べれるくないと思って
そう食べたい。タルトもねまあまあ食べれる気がする。3つは食べれる気がする。4つ以上は多分無理だけど。でうわ何食べようって言った時が一番楽しいんだよね実際食べるより。でさケーキ食べ放題で普通に気持ち悪くなったからタルトも多分きついだろうな。こんにちは。なんか小さい頃夢だったさケーキのホール食いとかさもう絶対無理だもんね今の胃袋では。当時の胃袋でもきっと無理だっただろうけど4分の1も食べるのきついもん。なんかケーキバイキング1回行った時マジ前半10分ぐらい頑張ってわあ美味しいって食べてたけど後半マジカレーしか食べてなかった。ずっとカレー食べてた私。ちょうどなんかお口直しのカレーとかパスタがあったからずっとカレー食べてた。もう一回カレー挟んだらもうケーキに戻れなかったね。年重ねると美味少量がいい言うよね。こんにちは。なんかうちの兄ちゃんは特になんか美味しいものをちょっと食べるのが好きなんですよ。で私はまだそこまで行ってなくて結構たらふく食べたいタイプなんですよ。安く早く美味しいものを少量食べるのが一番楽しいっていう感性をゲットしたいものですな。よいしょ。じゃあショウグさんギフトありがとう。こんにちは。焼肉は微味少量になってきた。まあ確かに焼肉は最近さ焼肉微味少量行く機会がめっちゃ多くてなんか人とご飯行くとき大体焼肉になるんですよ。結局一番こう手っ取り早いというか焼肉嫌いな人ってまああんまいないじゃん。だから焼肉どうですかって私が絶対に言っちゃうんだけど先輩とかとご飯行くときとか実際そのあんまりこう食べ放題以外の焼肉ってそんなに行くことなかったからまあでも地元でもママと二人で焼肉食べ行く時とかはなんかちょっといいところをちょっといいところというか、まあ、食べ放題じゃないお店でちょっといい肉ちょっと食べるみたいなね。そうやってたけどやっぱ人と食べる肉はうまいで。こんにちは。めちゃくちゃ久しぶりにしゃぶしゃぶの食べ放題ってうわ行きたい。しゃぶしゃぶの食べ放題でもしゃぶしゃぶの食べ放題はねさママと行きたいの。ママがねめっちゃしゃぶしゃぶ好きなのね。だから楽しいそう楽しい。おいしい明太子とか白米食べ放題行きたい。なんかさ明太パークみたいなとこあるよね愛知かどっかに。こんにちは。なんかサリのお兄さんが大人に見える。でも兄ちゃんねなんかもともとなんか高校の時とかからなんか食べ放題がっつりより美味しいものをちょっと食べるのが兄ちゃんもともと好きやがなんかもう年齢の問題じゃない。そうなんでこう同じ環境で育ったのにこうも価値観が違うのかって私はびっくりするんですけど。まあ欲を言えばいいものをたくさん食べたいですけどね。人のお金で食べる焼肉が最高。それはそう。それはそう。でもそれこそあれだからね。先月行ったゆずきちゃんとさやちゃんとのご飯も焼肉やったし、その後ゆいりさんと行ったご飯も焼肉やった。
なんか何食べたいって言われて、どっちもさや焼肉って提案したんだよね。なんかもう分かんなすぎて、でさやさ外食のレパートリーがめっちゃ少なくて、焼肉かしゃぶしゃぶか寿司しかないんですよ私の中で。他何他みんな何食べ行くんだろう。だからさ何食べに行きたいって言われたらさ、なんかまあみんなが好きなのっつったらまあ焼肉かなみたいな。やっぱしゃぶしゃぶってさ、わかんない、私は別に気にしないけど、人によってはさ同じ鍋をつつくからさ嫌かなっていう気遣いが生まれるわけ。あ、しけんさんこんにちは、ありがとうございます。そうだからまあしゃぶしゃぶは一旦こう排除するわけね。でまあお寿司もいいんだけど、お寿司ってなんかあんまりなんていうの、お酒を飲むイメージがないわけ。わかんない、回転寿司ってみんなお酒飲むの？私の家族が飲まないから飲むあれがないだけかわかんないけど、そうってなると焼肉かなみたいな焼肉かなってなっちゃうんだよね。まああと焼肉嫌いな人あんまりおらんやろっていう気持ちでいつも言っちゃう。木曽路はね行ったことないですね私。温野菜としゃぶ葉とゆずあん行ったことあるのは、カジュアルなイタリアンだ。そういうねレパートリーが今のとこないんだよね。まあ、でも確かにパスタピザイタリアンあり、ピザ食べたいわ今度。じゃあ次はイタリアンで。そうだからまあお酒も飲むんだったら焼肉になるんですよね基本的にね。そうっていう私の外食レパートリーのなさ。トマチさんギフトありがとう。みんなは逆にまだある他にレパートリー、さっき鉄板焼きっぽいやつとかはあったから、あ確かにありだなと思ったけど、お好み焼きとかね。なんかさ外食、人と外食行かなすぎてさ、あの分かんないんだよね多分。そういう外食ってのレパートリーって小さい頃に家族と行ったお店がなんか基準になる気がすんの。だから私は焼肉しゃぶしゃぶ寿司が家族でよく行くというか、まあそれしか行ってないぐらい外食はそのレパートリーだったんで、イタリアンとかね食べ行ったことないね。そうだからこう出てこないんだろうねレパートリーに。中華、中華ね、あり、確かに中華ありっすね。もんじゃ、もんじゃね、もんじゃね。そううちの場合は家でやってたから多分外食でもんじゃを食べるっていう文化がないんだろうな。寿司、焼肉、あ待って、あ急に出てこない、あの浜松で美味しいやつ、あなんて言ったっけ、え急に出てこない、うなぎめちゃくちゃさもう物は浮かんでるから多分さ脳内では読めてるはずなのに文字が出てこなかった、それです、うなぎあーびっくりした、こんにちは。やばいね、絶対いつもうなぎ読めるのに今ど忘れで出てこんかった。でも確実に分かってたもんね今焼いてた私の中で、私の中であのタレを塗ってこうやって串に刺してもう焼いてる映像出てんのにうなぎマジで出てこんかったね
あ、韓国料理ね、確かに。あの、ゆずきちゃんと一緒にご飯行った時韓国料理食ったな。サムギョプサル食べた。長野県にもんじゃ屋さん少ないのでは？あるけどね。でもどうなんだろう、他の県がどのくらいあるのか分かんないけど、少ないのかな、全然あるけど。よいしょ。ステーキハウスね。なるほど。まあでもやっぱそんなにレパートリーってあるもんじゃないよね、今出してみた感じ的に。みんなご飯で何食い行くんだろう。なんか何食べたいって、ご飯誘うと絶対何食べたいって聞かれちゃうんだけど、マジでさ思いつかないから、マジもう相手の独断で決めてほしいんだよね。わがままわがまま。中華とかその韓国料理とか海外の料理に行くってのはありですね。イタリアンとか何もね、日本食に限らなくてもいいじゃないっていうね。ちょっと一回アイライン引きますね。先生、そのアジア系の、東南アジア系の料理基本全部食べれないんで、パクチーがダメだから。パクチーとね、なんかわかんないんだけど、名前はなんかの香辛料めっちゃダメっぽくて、東南アジア料理の前を通るとき毎回ね、匂いであっってなるんだよね。そう、代官山でフレンチは緊張。それは緊張。何、代官山でフレンチってやば。こんにちは。沖縄料理、あー沖縄料理あり。昨日は町会議楽しかったです。あーそうだよね、なんか友達行ってたよ、町会議、ニコニコ町会議2022。町中華が気軽に行けていい。町中華ね、行ったことないわ。町中華、さえが行ったことある中華屋さんはなんか横浜中華街のなんかガチ中華くらいしか行ったことないかも。気軽な中華食べたことないな。相手に決めてほしいと思えるのは嫌いな料理があんまりないから、まあ、確かにそんなに多い方じゃないかも。まあ、と絶対にちょっと避けたいのはもうパクチーぐらいだね。あとはまあ基本的にそんなに嫌いじゃないかも。まあまあ食べれる。だからタイ料理屋さんに一回人と行った時ちょっときつかった。なんか全てのものからパクチーの味がして、うんってなってた。そう、頑張って食べたけど、うんってなっちゃったな。その時私がパクチー食べれないことに気づいた。あー、八角も確かに苦手かも。ちょっと癖ある香辛料結構きつかったりしますよね。かわいい、お、ありがとうございます。なんだろう、さえはさ、どうやったらさもっとかわいくなれるんだろう。なんか自分の顔好きじゃないんだけどさ、他のメンバーの顔とか見るとなんか毎回ふんってなるんだけど、ちょっと待って、落としちゃったけど後で拾えばいいや。どうしたらいいんだろうな。ないと高くない、かわいくなるには。でも私がなりたい顔の系統が違うだけで、みんなが私のことを可愛いと言ってくれるということは別に可愛くないこともないのかなとか思ったりしてね。私が目指す顔がちょっと自分の顔と違うだけで、あれなのかもな。別に可愛くないこともないのかもしれんと思いつつ、上には上がいすぎてちょっと
でもさ、自分のこと可愛いとそんなにさえは思えないんだけどさ、あんまりさ言うとさ、私のこと可愛いと言ってくれてる大好きな、私の大好きなみんなのことを否定することになるからさ、あんま言わんようにしなきゃなと思いつつ、自己肯定感低すぎて言っちゃうっていう、そういうとこあるよね。でけた。今日の顔はこんなんでいいとしましょう。はい。まあ可愛い、可愛いのね。確かに価値観とそれぞれ。確かにパーカーブランドかな。え、わかんない。ファンの人にもらいました。全然自分で買った服着んやん。どんな顔が目指す可愛さ。あ、でも最近チームエイトだとハマちゃんの顔マジで可愛いなと思って、やっぱ3作も一緒に舞台出るとさ、まあまあ顔を見るわけですよ、よく。なんかいいなと思う。目大きくって顔ちっちゃくって、なんか頭の形から可愛いんだよね。羨ましい。こんにちは。シャリの良さがある。ありがとうございます。優しい優しい。今向き合ってたんかな。多分合ってた。あ、そう、劇場にねプレゼント送ってもらえれば。全部ではちょっとね残念ながらないんですけど、結構着てます。私のファンの方はご存知の通り、さえはファンの方からいただいた服で生活をしています。8割ぐらいはもらったものです。やばいね、8割もらったもので生きてるのやばい。ゆいりさんイズムですね。ゆうりさんの真似をしてそうやってるわけじゃないんですけど、たまたま同じ感性で生きてた。ゆうりさんも 人からっていうか、あのファンの方からいただいたもので生きてるんですけど、そう、気づいたら一緒のことしてた。そう。知らぬ間に似てた。やっぱチルドレンですね。やっぱユーナーチルドレンなんで、ちょっとゆりさんがママで、ナナさんがパパだとしたらママにですね。知らぬ間に同じ行動してた。真似しようと思ったわけじゃなくて、知らぬ間に同じ行動してましたね。オタクは推しに似る。間違いない。いや、マジでね、ちょっと好きすぎて。いや、マジでさ、この前、昨日か。昨日元カレです その映像を見てて、その振り V なんかちょっとでもどうせあの近いうちにやるから見ようと思って振り V 見てて、ゆいさんの踊ってるの見て、あ、同じチームだった時は劇場とかで元カレですを一緒にやることがあったかもしれないけど、もう一緒に元カレですをやることはきっとないんだろうなと思った。なんか悲しくなっちゃった。もう末期なんですけど。悲しいよ。もうさ、断るごとに、そう、もうなんか何かが何、そう、些細なことで毎回さ、同じチームじゃなくなった悲しみを感じるんだよね。
そう、チーム4のゲネ見に行った時とか、今回の元カレデスの振り振り見た時とか、なんかそうはならんやろって思考回路でね、絶望するんだよね、うわーって悲しい。全体の大きなコンサートとかあるやん、その時に一緒にできるやん。いやー、全体の大きなコンサートの時はさ、だって選抜がやるからさ、基本的にゆりさんと一緒にステージ立てるのはもう本当に全員でやる、何十人も出る曲とかしかないじゃん。でどうせさやは外周メンバーだから顔を合わせることはないんだよ、曲中に。ピエン、え、マジで悲しいんだけど、どうしよう、どうやったら立ち直れんだろう、どうしようどうしよう、平八郎なんだけど。外資メンバーって初めて聞いた。あ、そう、さたちのね、あの中ではね、そういう言い方するんですよ。選抜面と外周面っていう分け方を基本的にするんですけど、新たに好きな人を見つける、無理やな。こんにちは、いやー、なんかもうさ、死ぬまでにユーリーさん以上に好きになる人生まれるんかなってぐらいなんだけど、生まれるんかな。こんにちは、マジどうしよう、平八郎だよ、好きすぎ問題。リンちゃんと同じ時、あ、本当？リンちゃんアプローチ使ってるんですか、知らなかった。いや、ちょっとね、愛が重すぎて、ちょっと重すぎるがゆえ、あんまり本人に言ったらちょっと聞かれるかなと思ってあんま言えてないんですけど、でもなんだかんだ伝わってるだろうな他のメンバーとかファンの方から伝わってるんだろうな、それがこうやってゆりさんのいないところでゆりさんの好きなところ言ってること。恥ずかしい、どうしよう、聞かれてたら、聞かれたらどうしよう、手遅れか手遅れだな、今さら何を心配しとるんじゃ。オタクの悩みと一緒、あ、これか、なんかみんながよくさ、なんかあんまりこう言ったらうざいとか聞かれるけど、いや、うざいわけないじゃん、好きな気持ちがどんだけ大きくたってそんなマイナスな感情生まれることないよみたいなさ言ってたけど、この気持ちかこの気持ちか、そういうこと。そしたらうざいと思うことはないな、私の理論だと。やばない、人によるかもしれんけど、私はそのマイナスな感情生まれることなんてもう奥が1にもないから、じゃあちょっと自信持っていくか。ちょっと髪の毛で遊んでたらボソボソになっちゃった。今日どういう髪型でいこうかな。これか、みんなが感じる不安な気持ちは。しっしっし、今も台所って、最近は別に普通にサイリンって呼んでもらってますね。でゆりさん会うためにさ YouTube 楽しみにしてるよって言ってくれるんだけどさ、マジで全然上げてなさすぎて、なんか毎回なんかあ、ごめんなさいって気持ちになりますね。遊びに来たよー、ありがとう。
私がゆりちゃん以上の人につけられたんやからいけるよ不思議やな。秘密の県民賞で愛媛のタルトといえば和菓子ってコーナーで久々に一六タルト食べたくなった。確かに確かにね、タルト一六タルトってあんまタルトっぽくなくない？ロールケーキっぽくない？でなんかユーリーさんは私が一人で料理作ってる動画が好きなんだって。そうでもさ、最近一人で料理する動画上げてな伸びないから上げてないんだけど、またやんなきゃ。ユーリーさんのために指針や、これは指針だ。不思議やなぁとは。えだってさ、ユーリーさんより私のことが好きってちょっとすごない？そんな勝てんて。愛媛のタルタはポルトガルのトルタがルーツらしい。ああ、じゃあポルトガルのトルタはそのなんていうの、ビスケット生地というかクッキー生地になんか入ってるやつとかじゃないんだ。だから一六タルトの感じなんだ。みんな的にもさ、やっぱ一人で料理してる動画結構楽しいですか？伸びないんですけど伸びないんですけど、みんな的にもう料理道具やっぱ好きですか？みんながじゃあ好きなら頑張るか。じゃ伸びないから心折れてるんですけど。でも YouTube 始めた時より明らかにパンのクオリティ上がってるんで、ちょっともう一回パン動画、全然パン動画上げてないからパン動画やりたいな。ちょっと今3本くらい編集しなきゃいけない動画溜まってて一生やってないからちょっとやんなきゃね。頑張ります。やっぱ料理動画編集楽なんですよね。だから料理動画だったらもうちょっと頻度上げれるんですけど、ちょっと頑張りまっちょ。部屋に推しのものを飾ったりしてないの？私部屋にさあんまり飾るタイプじゃないんだよね。こうやって見回して、あでも今ポケモンのぬいぐるみが何体かいるけど、いただいたものでして、ポケモンとプーちゃんがいるけど飾るってあんましないんだよね。なんかポスターとかさ貼ったことないんだよね、生まれてこの方。なんかさ結構好きなものをあのその時応援してるというかハマってるものあるタイプなんですけど、ポスターって貼ったことないな。推しを飾るっていうことあんましないかもしれない。待ち受けにするとかは全然するんだけどね。ヤホンヤホン。好きな人が好きなことやってて幸せそうな雰囲気だったらいくらでも見てられる。確かに。それはあるな。こんにちは。他の人の料理動画だと喋りが面白いとか料理以外の目的見ちゃう。確かにありますね。それ今の待ち受け全然推しと関係ないな。なんかエモい海の写真みたいななんかあのなんだっけ、昔のカメラので撮った感じのなんかちょっとこうフィルムカメラで撮った感じのエモい海の写真ですね。エモい海の写真だな待ち受けは。でホーム画面はなんかエモい花の写真だね今ちょうどあれだわ、全然推し関係ない。一時期ねゆりさんとかにしてたけど、今ねなんかエモい感じになってますね。さんの携帯はすべてエモ待ち受けになってます。グッズは宝箱にしまっておくタイプ。
そう、なんかね、出せないんだよね。前もなんかそれ言ってた気がする。あ、でもね、ずいぶん変えてない、半年くらい多分変えてないですね、今待ち受け。そう、全然変えてない。あの、一時期なんかさ、ティガーの着ぐるみにしのなんかすごいちょっとおもろ写真にしてた時とかあったけど懐かしいな。遊園地にちょっと行きたかった時期にそれにしてた時ありましたね。楽しいですね。そんな感じかな。だからなんかあんまり推しに生活がこう、なんていうの、占拠されることはあんまないかな。その時その時で好きなものは結構あるんだけどね、ちゃんと。大体二次元だけど。電車とかでホーム画面とかなんか見ちゃう。やめなこんにちは。こんにちは。時々色紙のコメント見て元気もらって、嬉しい。やったぜ。そう、お話し会、握手会じゃなくてお話し会になって唯一良かったことは、なんか色紙の裏にいっぱい書けるようになったことだな。なんかそれまではやっぱ握手会の時ってサインの紙にその話しながら書いてたから、あんまりこうメッセージとか書けなかったけど、一言とかしか書けなかったけど、話し会になって唯一いいことはそこだね。それ以外はマジ握手会の方が絶対にいいんだけど、面と向かって会えるし握手もできるし、なんかこうお別れの時名残惜しく終われるし、お話し会だとプツンって切れちゃうから、あれみんなに羨ましがられるやったそう、サインの裏に書くやつは、まあこの前みたい、昨日みたいに1、2部がサインで3部がその撮影会とかだったら結構その合間の時間で書けるんですけど、なんか最後の部がサイン会だったりするとちゃんと帰らずに居残りしてこうやって書いてる、いつも。そう、居残りして書いてるね。昨日みたいにね、最後にまだもう一部ある時はその合間の時間で書き終わるんだけど、そうそうそう、であれ書くの楽しいんだよね。なんか書きながら、さっきのお話か、何話したっけなみたいな何話したっけなって思いながら、こう、あー、こんなこと話したな、じゃあこのことについて書こうっつって書いてたりする。そう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 、なんかあの話してる時にメモしといて、この話この人としたなみたいな。そうそうそう、記憶しとくときもあるし、メモっとくときもある。後半にね、話した内容とかは全部覚えてんだけどさ、最初の方に来てくれた人とかさ忘れちゃったりするから、最初の方はちゃんとメモしとくと、後で、あー、この話したわーっつって全部思い出せるから、メモとかしてますね。そう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 、やってます。そうするとね、みんなもさ、だってさ2ヶ月後くらいにさサイン届くやん。うわー、これ何の話した時のサインだろうってなった時に裏見てさ、話したことについてのこと書いてあると、あ、この話したわーってこう思い出してるでしょ。楽しくない、それ、思い出しながら読めるの。だからね、みんなも喜んでくれるかなと思って書いてます。
まあでも2ヶ月ラグがあるんで、あの舞台楽しみとか書いたらもう舞台終わってる時に届くみたいなことがあるんで、ちょっとそれはね申し訳ないんですけど、まあそれもそういう話したなってちょっと思い出してもらってそう、まあ、それちょっとあのラグがあるのはちょっとまあ許しておくんだまし。洗濯物を取り入れるのにベランダ見たら雨やん。そう雨だよ今日。みんな洗濯物気をつけて。自分の話したことですら覚えられてないのに終わってすぐに書き出して確かに忘れちゃうよね、人間だもの。しゃーなしよ。楽しみに待ってます、ありがとう。体がバキバキだ、昨日いっぱい踊ったから。ああ今日なんか足筋肉痛だなって、昨日夜いっぱい踊ったからだな。ちょっとストレッチしてから稽古場行こう。痛い体が痛い。ビックラポン。4月9日に書いてもらったサインは発売日に CD と一緒に届く。ああそうなんだ、粋だね。 CD 発売前にお話し会をやるとそういう粋なことをしてもらえるんだ。じゃあ昨日のやつはいつ届くんだろう、早く届いてほしいな。話し会ね、大変だわ。みんなスタッフさんも全メンバーのファンの方に送るって、もう何通送ってるんだろうね、とんでもないことになってそうだけど、大変ですね。まあそんな感じでぼちぼちそろそろ終わりにしますかね。1時間経ちましたし、もうちょっと喋りたいところですけれども、稽古に行く準備をそろそろしないとさやかちゃん遅刻しちゃうのでねそうちょっとばっかし、ちょっと終わりにしようかしら。今日はねちょっと夜できないのでこの時間にやったんですけど、来ていただいてありがとうございます。もう日曜日だというのに、みんなゆっくり自分の好きなことをしたいだろうに見に来てくれてありがとうございます。今日のレッスンが、稽古とレッスンが無事に終わるように頑張ります。するなんかさ、昨日さめっちゃ手さ、手にガンって当たるこ何ものを結構触ってたからめっちゃ手痛い、死ぬんじゃないかなってぐらい、まあ、なんか痛い。まあその詳細も舞台が始まれば分かることでしょう。ということで皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ランキング見ます。10歳マサトさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位クロギツネさんありがとうございます。8位タドコロさんありがとうございます。ライバイコゾさんありがとうございます。6位ニューヤマヒルさんありがとうございます。5位ツナちゃんありがとうございます。4位キャランさんありがとうございます。サイヤチさんありがとうございます。2位トモチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。まあ、今日ちょっと雨なので気をつけて行っていきたいと思います。みんなもいいゴールデンウィークをお過ごしください。バイバイ、またねー。